初代マクドナルド男爵、アレグザンダー・マクドナルド初代、マクドナルド男爵、アレグザンダー・マクドナルドは、イギリスの貴族、陸軍軍人。スコットランドのマクドナルド士族の分流の一つである、スリートのマクドナルド士族の14代族長である第7代、順番爵サー・アレグザンダー・マクドナルドとその妻、マーガレット、第9代エグリントン伯爵。 アレグザンダー・モント・ゴメリーの娘の間の産卵として1745年頃に生まれた。兄に八代巡弾尺を継承するジェームズ・マクドナルドがいる。イートン校を卒業した。コールドストリームガーズやロイヤル・カンパニー・オブ・アーチャーズで陸軍軍人として勤務し、少々まで昇進した。1766年7月26日の兄の 死により、第9代順弾爵位を継承した。1776年7月25日に、アイルランド貴族爵位マクドナルド男爵に除された。1795年9月12日に死去した。爵位は、長男アレグザンダー・マクドナルドが継承した。1766年7月26日に、以下の順弾爵位を継承した。1776年7月25日に、 以下の爵位を新規にノブされた。1768年にエリザベス・ボスビルと結婚。彼女との間に、第二代マクドナルド男爵を継承する、長男アレグザンダー・マクドナルド、第三代マクドナルド男爵位を継承する次男、ゴドフリー・マクドナルド以下六男三女を設けた。ありがとうございます。